この記録は、1956年に御用結社が108評議会へ加盟した際、当該団体より提供された情報に依拠するものである。対象の脅威存在は加盟以前の御用結社によってすでに破壊が完了しているため、粛清済み脅威存在の取扱い規定に従って記録文書のみが保存される。脅威 ID、LTE5230、富士、サンセットグローリー、田沢優。認可レスポンスレベル、ノットアプリケーブル、破壊確認済み、記録書庫入り。概要、LTE5230 富士、サンセットグローリーは、秋田県田沢湖の湖底に生息していた一組の水地、アーチフィーダイラカストリズ、のつがいである。田沢湖のモツに本一の振動を反映したためか、メスは全長60メートル以上という水地種でも有数の極まで成長し、ユーも35メートル前後の体育を有していたことが確認されている。両者とも樹皮用の鱗を持つことから、浮上時には一般民衆からは不木だと誤解されていた可能性が高い。頭角は3対6本。吹き1。以下の文章は1938年に御用結社が大日本帝国異常事例調査局、イジャメア、の研究施設を襲撃した際に脱出した資料の一部である。この資料によって、御用結社は LTE5230 富士サンセットグローリーの存在を感知した。秋田の地、田沢湖の底に眠る巨大な2頭の竜を発見した。この竜たちが、かの地に伝わる伝説において語られる、辰子姫、と八郎太郎、まさにその二人であることは想像に難くない。この大きさからして、我らが妖怪大隊における兵隊輸送任務に就かせるにはまたとない逸材であることは間違いない。彼らの巨体が大隊の中において悠然と空を舞う姿は、それを見た敵兵を大いに動揺させ、我が軍の士気向上をも同時にもたらすことだろう。粛清、1939年、月、日、LTE5230 富士、サンセットグローリーの粛清を目的とし、御用結社の水上部隊である、土軍、の第3部隊、干ばつ、と第4部隊、なめくじ、が田沢湖へと派兵された。両部隊は粛清活動に入る前に田沢湖上に駐屯していたイジャメアの小隊と遭遇、交戦し、第3部隊が、命の犠牲を出しつつもこれを回想させることに成功した。続く第4部隊が滑水術を用いて水深370メートル地点へと潜航、湖底で睡眠中の LTE5230 富士、サンセットグローリーを確認。全長計測の後、その頭部と頸部に対し330メートル穂水槌による砲撃を加えることで予定通り対象を粛清した。任務を終えた第4部隊の期間中、突如として田沢湖全域を巻き込む規模の渦潮が発生。第4部隊は戦闘の3名を除く全員を喪失、イジャメアの敗残兵及び粛清対象の以外も行方不明となった。生還者が確保していた水地の角と発射済みの穂水槌より、LTE5230 富士、サンセットグローリーの粛清は正式に完了したものとされた。また、田沢湖の湖底に巨大な下と口が確認され、これが渦潮の起点となった可能性が高いという証言がもたらされた。付近に、脅威存在粛清時の戦闘により発生した田沢湖の水質汚濁を一般民衆から隠匿する目的で、イジャメア日本軍により計画されていた、玉川下水統制計画の実行を前倒しさせ、田沢湖に玉川の強酸性水を投入しようとした。この作戦に対し、当時の田沢湖で複数個体が確認されていた LTE9201 フィジキシリマスの全個体の確実な粛清が達成されるという副次的な利得が見込まれたことにより、御用結社は協力を表明。両者は計画反対運動を開始した一般団体に対し鎮圧作戦を展開、反対派に加勢した収集員の部隊を抑制し、最終的に反対活動団体を田沢湖周辺から退去させた。1940年1月をもって玉川下水の田沢湖への投入が開始されたが、ほどなくして湖底で原因不明の爆発が発生、中規模の地鳴りと湖水の瞬間的な浮揚が確認された。この爆発に関しては記録改ざんによる隠蔽措置が取られた。吹き3、極東部門の採粛す部門評価班による1957年の田沢湖再調査時には、湖底は蒸気の爆発に由来すると見られる厚い砂礫で覆われていた。線の粛清作戦時の遺残物は発見されず、